こんにちは、ということで今回はですね、来週が僕パーフェクト、京都あとジェット出るんですけど、そのね前々言いをして僕夜行バスで京都行くんですね。で13日の朝にはもう京都にいます。でそっから、撮影を、2日かけてやります。で結構いろんなとこ回るんですけど、その時のパッキング、僕の今回のカメラバッグをね紹介したいと思います。まず最初持っていくバッグがこれです、はい。今回持っていくバッグなんですけど、こちらのピークデザインのエブリデイバックパック20リットルです、はい。もうね、これ結構有名なバックパックなんで、知ってる方もね、多いと思います。で、今回こちらのね、バックパックでいきます。このエブリデイバックパックって20リットルと30リットルがあるんですね。で、今回20リットルにしたんですよ。でなぜ20リットルにしたかっていうと、30リットルだと僕の体だとちょっとでかいかなと思ったのと、まあ、今回、まあ普通に京都行って、でホテルも予約してるんで、荷物預けたりとかして、そこでね、なんか必要な機材だけここに入れて、いらないやつはもうホテルに置いとけばいいかなと思って、まあ、基本的にそういうのが多いんですよ。本当に宿泊したらその宿泊場所で、置いておくってことが多いんで、今回はね、20リットルでしました。あともう一個の理由は、このカラーが良かったってこと。なぜかね、30リットルはこのカラーなくて、30リットルでこのカラーあったら、もしかしたら30リットルにしたかもしれないですけど、今回はね、この20リットルにしました。まあね、僕のカラーだと結構ちょうどいいサイズなんで、で、これでね、今機材詰めてるんですけど、かなりね、重いから、これ30リットルで、詰めるだけ詰めろって言って、詰めちゃったら、本当に重くなっちゃうと思う。はい、ということで、今回ね、こちらの、バックパック、中身紹介したいと思います。バックパックの機能はね、多分いろんな人が動画出してるんで、あんまり喋、らず割愛したいと思います。引いて、開けるって感じですね。で、この中には、はい。ダーツケース。僕のダーツケースが入ってます。で、ダーツ投げないときは基本的にこれは持ち歩かないです。で、基本的に上の層はそれだけなんですよね。あんまり上の層から取り出すことっていうのはね、多分ね、ないと思う。で、次に、これ、こっち側ね、こっち側の紹介をしていきたいと思います。はい。こんな感じ。これ、こちらがチャージャーですね。この中に、今撮っているカメラの 9000D の、バッテリーである、LPE17 の2個同時に、ね、充電できる、アダプターが入ってます。で、もう一個がさっき言ったストラップですね。これもピークデザインのストラップです。で、これは普段こうやって置き撮影するときは、使わないですし、普段持ち歩くときもほとんど使わないですかね。まあ、ちょっと移動するときに首からぶら下げながら、両手開きたいとかってときは、これをつけて。あとは、もうこのストラップを利用して手、スタビライザーにしたりとかもするんで、そのときに使います。で、こちら、ケーブルが入ってます。ケーブルも、いくつかケーブルがあるんですけど、このね、短いライトニングケーブルとか、これ USB Type-C の、ケーブルとか、普通のライトニングのケーブルとか、すげえいいと思ったのが、これ。これね。これ。これ何かっていうと、ここに普通の USB があるんですけど、この先が、マイクロがね、2個ついてるの。分岐してるの。で、どっちも急速充電に対応してるんで、これで僕はそのバッテリーとかを充電したいとか、まあ、ドローン持ってるときはドローンのプロポもこれで充電できますし、あとモバイルバッテリーの充電もこれであります。だいたい、キャリーバッグの中に入れちゃうんですけど、普通の延長コードと USB のアダプター、4個ついてるアダプターとかね、使うんですけど、そこに、これを2個挿したりとか、あと3個挿したりとか。で、先だけ、例えば1個はマイクロのままで、もう1個は変換使ってライトニングにしたりとか、あとは USB Type-C とかにしたら、それだけでケーブルが削減して、あとアダプターのね、量も削減できるんで、これはめちゃめちゃね、便利です。まだ出かけ先でこれ使ったことないんで、今回の京都の、Vlog でちょっと使ってみようと思います。で、基本的にここのポケットにはそういうケーブル類を入れてます。で僕の機器上というか、まあ、これ回しながらここに持ってきて開けたりとかできるんですけど、で、どっちが良かったか。こっち側か反対側、どっちの方が取りやすかったかが反対側なんで、基本的に反対側に
よく使うものを入れて、あんまり使わないものはこっちに入れます。でここねに、はい、こちらスマホ用のジンバルですね。スマホ用のジンバルを入れています。でこれも今回の京都で使います。こっちは以上かな。あとこっちか。ここには SD カードが入ってます。はい、こんな感じ。このね、2個はね、ちょっと安いやつなんで、今後もしかしたら買えるかもしれないです。仕事のやつだとほとんど使わないですね。で、こっちがサンディスクの32ギガですね。今使ってるのが64ギガなんで、基本的にはこの1枚でね、どうにかなります。で、こっち側はね、それだけなんでね、あんまり入れてないです、まだ。まだ全然入るけどね。全然入るけど、まだ入れてないです。こっちのね、反対側によく使うものをね、こうやって、入れてます。でこっち側に何が入れてるかっていうと EFS の 18mm55mm ですね、標準ズームレンズです。こちらの標準ズームレンズを使っています。であともう一個はこちら 50mmF1.8 です、これも、マキエレンズなんですけど、50mm という焦点距離で F1.8 を撮りたいときはこれで使います。これちょっと1個前のやつなんで、今新しいのが出てますけどね。で、あとモバイルバッテリー。モバイルバッテリーはすぐ取り出せるように入れてますね。で、あとこっち側ポケットです。で、ここにはメモ帳ね、メモ帳入れてます。これ、ここの中にスケジュールとか入れたりとか、ちょっとしたメモを取ってます。あとは、こういう素材とか、このシーンはこういう編集したいって時にはメモを取ってます。あとペンね、ペンを2本入れてます。こちら ND フィルターですね。可変式の ND フィルターも入れてます。でこれはその F1.8 っていう、明るさだと、ボケ味がすごいいいんですけど、その代わり野外で撮影するときはめちゃめちゃ白飛びしちゃって露出が上がりすぎちゃうんで、で ISO 感度を200とかにしても本当に真っ白になっちゃうときはこの ND フィルターをかませて、露出調整をします。光のね調整を行います。こんな感じですかね。で、あと上のね、この PC のところには、こちら、MacBook Pro に、挿すこのアダプターですね。USB Type-C のね。これ出かけ先でこれ忘れたらもう SD カード入んないんで、これはもう絶対に持ち歩いてたんです。で、この中に MacBook を入れてるんですけど、今 MacBook が後ろにあるんで、これは移動するときに、運びます。でもう一つがこちらですね、お財布です。これ自分で作った、革の財布ですね。結構ねよくできてるんで、これでしばらくこれ使っていきたいと思います。さっきのダーツケースも自分で作ったやつです。こんな感じかな。でこのねエブリデイバックパックがねすごいおしゃれですよね。見た目撥水効果もしてるんで、ちょっとした雨だったらもう全部水はじくし、止水ファスナーだから水浸入しないしとかで、機能面もめちゃめちゃ良くてすごい。まだねあんまり出かけ先で使ってはいないんですけど、かなりデザインはお気に入りです。あとこのカラーがいいね、おしゃれ、なんかコーヒーカラーみたいな感じで。で結構これカメラバッグなんで、がっちりしてるんですけど、まあ普通に普段使いでもね、ビジネスバッグでも、あと通学、学校用のね、スクールバッグでも全然使えますし、すごいこれ便利です。でもね、意外とね、出かけ先で、これ使ってる人ね、見たことないかもしれない、あんまり。うん。あ、ちなみに今撮ってるカメラも、もちろん持っていくやつなんですけど、今使ってるカメラがキヤノンの、EOS 9000D です。で、それに、バッテリーグリップつけてます。で、今撮ってるレンズが、シグマの 18mm35mmF1.8 透視のレンズです。このレンズがめちゃめちゃ、今回から撮ってるんですけど、背景すごいでしょ？めちゃめちゃボケてるでしょ？これすごいいい映画撮れるレンズで、今 F1.8 で撮ってます。で、今夜に撮影して、部屋の明かりを消して、で、そっから照明、こっから照明、後ろにも照明って感じでやってます。ちょっと海外の YouTuber を意識したみたいなね。撮り方をしています。このレンズがね本当に良くて、で京都の、イメージビデオを撮影する時もこのレンズが基本的になると思います。で 50mm 撮りたい、50mm の焦点距離で撮りたい、ちょっと、アップして撮りたいとかって時は
さっきのね 50mm を使います。なのでさっき紹介した標準レンズの 18mm55mm っていうのはあれは基本的に Vlog 用ですね。まあ、あれレンズ自体も軽いんで使いやすいですし、自分に向けてねちょっとゴリラポットとか使ってやってもいいですし、さすがにねこの 18mm35mm を、つけながら自撮りするのはちょっときついかな、重いんで。ということで今回はこちらのね、ピークデザインのエブリデイバックパック20リットルにまあどれだけ入るのかっていう参考にもちょっとなるかと思いますけど、まあ、今回京都行くんでその京都のパッキングね内容を紹介しました。ということで今回はこちらのね、パッキングを紹介しました。僕なりのその屋外での撮影のパッキングを紹介しました。よかったらね何かの参考になればと思います。まあ、僕のモットー的にこの体が小さいんで あんまり大荷物になると、嫌になっちゃうんで、こうやってこの小さいバックパックの中に収められるだけの、ね、機能を収めるつもりです。なんでもっともっと、コンパクトで使いやすいガジェットがあればぜひコメントの方にね残してください。こんなガジェットあるよとか、こんな小さいアダプターとかあるよとかっていう紹介してください。ということでまた会いましょう。さよなら。